ちは。こんにちは。こんにちは。さあ、ファン、お、なんか目がきょ険しい。いやー、もうそれはもう手応えがもうバチバチですよ、今日。まあ、ファンあってのプロ野球、はい、もう何度も言いますが、ただですね、4月28日の試合、巨人対横浜戦が終わった後に、なんとこの水道橋駅近くの近くでですね、ファン同士の頃喧嘩が勃発したというニュースで、歩道であの上がっていくところね。そうです、記事によると、この巨人ファンの方が、はい、その日、まあ、DeNA が負けて10連敗というふうに冷やかされ、はい、それでまあちょっと激高してこう言い合いになって喧嘩に発展してしまったというニュースなんですけれども、どういう言い合いするのかな、お前なんだよみたいなことじゃないですか。だからバカにされたみたいな、っていうこと。やっぱ好きなこう球団がやっぱそういう風に言われて、まあ負けてやっぱ嫌じゃないですか、ファン心理としても。そういうのもあったんじゃないですか、タイミング的にもやっぱ良くないですよね。そういう会話聞こえてとかじゃなくて、どうなんだろうね、実際わかんないですけどね。バニーが誰が悪いと思う。いやそれはもう、横浜ベイスターだな。そうだよ。いや、俺もそう思う。あ、なるほど。まあ、それはファンに恥をかかせるような、そういうことをしてるから喧嘩になるわけでしょ。やっぱりファンのためを思って、まあ負けようと思ってやってないと思うけど、やっぱ頑張らないとね、そういうことになるということ。まあそれで冷やかそうも冷やかそうだけど、まあそうっすね。でも冷やかされても仕方ないっちゃ仕方ないよね。選手はちょっとですね。そうね。だからそうやってファンも含めて守るんであれば勝ってあげないと、ファンのためにね、はい、いやそれだけイライラしてたんだよ、横浜のファンも。そうですね、応援するけども負けるというね、はい、だから我々もあったよ、結構冷やかされる。一番長かったのは13連敗あー、もうね、勝てる気がしない。2点リードぐらいで7、8、9、はい、あと3イニングめちゃくちゃ長く感じる。あ、これひっくり返されるんじゃないかと思いながら守ってた。やっぱ今ね、最近こう心理学とかいろんなことで引き寄せの法則ってあるんだよ、はい、だからファンの方も見ていて、10連敗目の時っておそらく今日も負けるんじゃないかとか、うん、まあ山崎康明が投げて逆転ホームラン打たれた時も、はい、おそらくみんな球場の中が不安だったと思う。で、阪神側は逆に言えば、え、これ近本、ここからホームラン打ってくれるんじゃないかっていう、やっぱ希望的観測で見るじゃん、はい、でも横浜の方はどちらかというと、え、このまま勝ってくれ、まさかホームランなんかないよねって思って見てるから、引き寄せの法則ってあるんだよ。思考は現実化するでさ、はいはい、ではファンの方も最後まで応援するんだったら絶対勝つという信念のもとで、うん、選手もやらなきゃいけないし、ファン一体となるんだったらそういう心理で戦わなきゃいけない。だからくすぐられた感じがするんだよ、おそらく。10連敗とかで、はい、いや俺負けると思ってたんだよなみたいな、はい、でなんか子供が勉強しろっつって言われて、分かってるよってしようと思ってないのに言われるとさ、なんかムカッパラが立つというかさ、もうそういう心理状態で言われてると思う。だから自分も疑ってるところがあるんだよ、やっぱりね、10連敗もすると。なるほど、確かに。だからムカッパラが立ったんだと思うんだけど、でもそれだけ熱く応援してくれてるということだよね。まあそうですね。そうですね。選手はだって豊さんの試合なんかも直接球場で言われたり、選手に。いやそうありますよね、そのいろいろあったよ、まあ、スターライト ナイターかなんかっていうイベントがあってさ、夏に、はい、でジャイアンツ戦でユニフォームもその時だけ変えて、はい、負けたんだよ、はい、で勝ったらペンライトでみんなでこうやって球場全体でやるっていう、ああ、いいですね、それが楽しみだったファンは。で中畑監督が言って負けた、で俺ヘッドコーチで、これはファンのために出た方がいいだろうって言うから球場に、はい、いや監督やめてるとか言って危ないから、いやいや出るんだよって、ファンだと喜ぶんだとか言って、はい、出て並んだ瞬間にそのペンライトが何本飛んでる、危ない危ない危ないとか言って、いややばいっすよ、やっぱ負けるいや負けるっていうのはさ、やっぱそういう心理なんだよ、ファンやっぱ腹立ってんだよ。その3年生3連敗だった出なかったから一緒に、地獄っすね。でもファン同士っていうのはさ、やっぱそれだけ熱くなってるという、まあ、横浜ファンもそのぐらい熱いファンが出てきてくれたということだよね。やっぱ横浜のファンってすごくおとなしくて有名だったんだけど、はい、人がいいとか、はい、気持ちよく応援するとか、はい、でもなんていうの、強さを求めるんだったらさ、荒々しさがやっぱあるよね。うん、そうですね、うん、
熱狂的なというかさ、だからそれを聞いて、まあ暴力はいかんけど、なんかすごく心強さを感じた。うーん、なるほど。だそれだけしっかり応援してくれてて、なんか横浜のことを愛してくれてて、だからそれはすごく、暴力はいけないけど、そういうスピリットがあるっていうのはすごく頼もしく感じた。だからそのファンのためにやっぱもう勝たなきゃいけない、下級だ、そうだよ、まあそうですよね、ね、頑張ってくださいよ、ね、喧嘩は良くないですけどね、喧嘩は良くないですけど、ペンライトは投げちゃダメですよ、竹内マリアですから、知ってる、よくわかんないですけど喧嘩をやめてって面白いです、知らない、失礼しましょう